今から30年前、北京天安門広場で大勢の若者たちが民主化を求め声を上げた。完了，新日新人民都要我们提出实实在在的东西，我们可以提出实实在在的东西。你像我们允许人民自由办报，这就是我们的民族。我们首先要求是这一条。時の総書記趙紫陽は学生の主張に理解を示していた。日面寄希望于你们。因此照这样说，我们应该把我们的真民族真正变成真民族。通过这一点作为中国建立民主政治的一个突破口，一个转折点。一方，最高実力者の鄧小平。文化大革命で若者に糾弾され失脚した過去を持つ鄧小平は、学生デモに厳しい目を向けていた。これは普通の学生運動ではなく、動乱である。この動乱に反対しなければならない。デモが始まって1週間余り。趙紫陽が外遊のため北京を離れていたその時、学生デモを国家の秩序を揺るがす動乱と断罪する社説が掲載される。学生たちは社説の撤回を求め、さらなる行動を起こす。3000人がハンガーストライキを決行する事態となった。这时候突然来了一个426的，这么一个东西，于是呢，这个怒火呢就汇成了。之后采取更激烈的行动，就是军事。因为我实在想不出其他还有什么办法了，我们能做的都已经穷尽我们的所可能了。中国共产党はどうデモに対応するのか。学生運動を支えてきた知識人にある情報がもたらされる。在这种时候，学生们如果占据天安门广场，后果会非常严重。啊，说这个最后产生的结果是我们在座的所有的人谁都不愿意看到。デモ開始から1ヶ月、事態は悲劇に向かって急転していく。天安門広場に100万人が押し寄せていた5月17日。広場から目と鼻の先にある鄧小平の自宅に、党の最高幹部7人が極秘裏に集まった。この日のやり取りを首相李鵬が綴っていた日記などから再現する。会議が始まったのは午後4時。最初に発言したのは趙紫陽だった。学生らが抗議のハンストを決行しているのに、党と政府はどうして彼らを救おうとしないのか。社説を修正するしかない。学生運動に対する決めつけを撤回すれば事態を掌握できるはずだ。李鵬がすかさず反論した。社説は正しい。唯一の方法は旗手を鮮明にして動乱に反対することだ。出席していた保守派たちは次々に社説を支持し、趙紫陽は孤立していく。
この動乱は趙紫陽の過ちのために起こった。趙紫陽が完全な責任を負わなければならない。今学生のターゲットは小平同士に向けられている。動乱に反対するしか国の未来はない。そして鄧小平が口を開いた。今はまるで第二次文化大革命が勃発したようなものだ。共産党は指導ができていない。動乱の本当の目的は共産党を滅ぼすこと、社会主義を捨てさせることだ。もう議論の必要はない。動乱を断固として阻止する。それには戒厳令しか方法はない。この決定には大いに憂慮を感じる。この方針を自分は実行できない。もう他に方法はない。譲歩すれば中国はおしまいだ。このままでは文革よりひどいことになる。民衆の声を武力で封じる決定が下された瞬間だった。会議から帰った趙紫陽の言葉を側近だった鳳塔は鮮明に記憶していた。我不能告訴你們兩個，因為要保密。今天是打官司，姚依林赢了，我输了。赵子阳说：“我回来在车上想，想来想去，我还必须辞职。那你给我写一个辞职信，要误事的，要耽误事情的。因此，我要求辞去总书记和党的总书记和军委第一副主席的职务。就这么两句话。”鄧小平は趙紫陽が抜けた最高指導部を前にこう語った。私が趙紫陽と胡耀邦を後継者としたことは誤りだった。二人とも改革を求めたが、私の名を借りてやりたいことをやっただけだ。体制を改めるべき時だ。多少の流血を覚悟しなければならない。今回の動乱を収められれば、20年の安定が維持でき、中国に大いなる希望が生まれる。会議から2日後の午前4時45分、趙紫陽は学生で埋め尽くされた天安門広場に突然姿を見せた。そして早く広場から立ち去ってほしいと訴えた。我们来自台湾了，总算来了，对不起村儿，啊，对不起村儿，太实在了，这样以后把那个啊，你们不管怎么样啊，说我们，批评我们啊，没有，都是应该的啊。但是什么事情你们也知道，情况都是很复杂的。我说，我觉得我们现在唯一的呀，最重要的呀，就是赶快结束这个角色。国家和这个
啊，把你们的父母啊，把你们培养啊，抚育上大学不容易啊。现在19岁、18岁、20几岁就这样子啊，就这样子把生命牺牲掉啊。失脚した趙紫陽、これが公の場に姿を現した最後となった。北京大学。首相の李鵬は学生との対話の場を突然設けた。所谓平反，我们提出来就是尽快平反，否定社论。那么这两点怎么回事呢？就是说，第一个是我们要求正面的肯定，这是学生运动。我现在只想谈一个题目，就是如何能够使得我们参加学子的同志能够早日摆脱贫困这样的困境。党和政府跟大家同学的非常的感到不安的，非常关心，我们很担心。この後、戒厳令を布告する事実を明かさないまま、学生と向き合っている姿勢をテレビで中国全土にアピールした。一方、要求大家紧急动员起来，采取坚决有力的措施，旗帜鲜明地防制止动乱。その後、趙紫陽の側近だった鳳桃は拘束され、8年間獄中で過ごすことを強いられた。学生でも動乱と決めつけ、趙紫陽が追い込まれていった経緯を振り返り、ある一つの見方にたどり着いたという。因此我想呢，这是一个阴谋，这个讲得比较清楚。邓小平要动了，邓小平只怕学生都回去了，邓小平怕学生都回去了以后，他没办法做事情，所以他要求学生回来，因此他要写动乱来激怒学生。那么我一定要把赵紫陽搞掉，要把赵紫陽搞掉。5月20日、ついに戒厳令が施行された。学生たちは兵士たちとの衝突を避け、運動への理解を求めた。是一个特殊的武装团体，这个作为军人来讲呢，你服从你没天职，对，但是呢我们是不会向人民开枪。学生を率いていた王丹も身の危険を感じることはなかったという。游击戒令发布的话，就是来参加的学生更多了，因为这个就激起了更大反弹，不仅学生参加，整个市民呐、各个公家机关的人都反对戒严令，就态度恰恰相反。我们不仅没有害怕，而且一点没有恐惧感觉，充满了喜庆。对，因为我们完全不相信政府会开枪。虽然政府虚张声势围了很多军队，但我们不相信政府真的会开枪。所以，像6月1日，我们还组织了儿童节纪念活动。戒厳令から自国の市民を武力鎮圧するまで15日。その間何が起きていたのか。
その詳細を記した資料がイギリスの公文書館に眠っていた。These are Foreign and Commonwealth Office files from 1989 relating to the Tiananmen incident. 当時イギリスは北京に情報網を張り巡らせ、戒厳令後の人民解放軍の動きを日ごとに掴んでいた。動員されたのは首都北京の防衛を担う精鋭部隊第38軍に加え、中国各地の少なくとも9つの部隊。戒厳令から4日後には天安門広場の周囲40キロを10万を超える将兵が包囲していたことが記されていた。And so on. They've pinned down where these things are. That, well, that all will be people going out and looking. It's, 当時イギリス大使館で情報収集を指揮していたジェームズ・ホア。Yeah, I mean, one of the very strong things here is that the way troops were coming into to Beijing from all over the country, the authorities were, I think, pretty determined.That every military unit in the country would be somehow involved in what happened, so that nobody could turn around and say, "Oh, we did, wasn't us." And everybody was to be involved, and yeah, that was perhaps a sign that they were trying to, they were getting ready to be very tough. 今回、人民解放軍の元将兵たちにも。接触することができた。2018年、アメリカに亡命した劉建国。首都北京の防衛を担う第38軍に所属していた。ある出来事をきっかけに部隊の空気が一変したという。第38軍の司令官が出動を拒否したのだ。所以说他就是说带这么多人，带枪带弹，带的重武器，出了事怎么办？谁想说调部队去杀人就杀人呢？那你带枪带弹带的坦克，你不杀人你要干嘛呀？我当时的就感觉这个事情就是很可能是出问题了。司令官は更迭され、部隊への厳しい締め付けが始まったという。就是说自己呢，你们军首长们别的白毛巾，自己上前线了。完了有军区督导组，并且呢也是可能是坚决得执行任务，要不然以后这秋后算账的话，你一点儿那披露可能就是将来会带来麻烦。拼光了也得干了，今天那你都督导都到你这儿了，所以说这种情况下对部队来说，就是发生这么大的事儿哈，就是都正常了，嗯，但没办法。後に天安門広場を鎮圧した第39軍、一人の元将校が取材に応じた。今は海外で暮らす李行明。30年たち、武力鎮圧の実態を伝えたいとカメラの前に立った。実は明確な命令もないまま発砲せざるを得ない状況に追い込まれていったという。在6月3号下午大概是5、6点钟或是晚上将近6、7点钟啊，这时我们部队又发子弹了。这时候接到命令，就是说要不惜一切代价准时到达天安门广场。作为一个普通老百姓或者普通人，还有个思考的问题的，你是个军人，发你枪了，发你子弹了，不惜一切代价，这其中就包括开枪，要不惜一切代价去
准时执行清查，又准时到达天安门广场，所以他把这种包袱啊，或者是这种责任的就往下推，他想推卸责任。一方の学生たち。戒厳令が続く中、政府への批判を強め、李鵬退陣、小平打倒などと叫んでいた。王丹は過激化する一方の運動に不安を抱いていたが、身動きが取れなくなっていた。我到了广场，宣布的我们十点建议啊，我们发表了十点建议，最后一条就是建议五月三十号撤出广场。那我们提出建议之后，按照程序就是提交广场指挥部组织表决，表决结果就是否定了我们的建议，那我们就接受这个结果。我完全可以理解他们的这个决议啊，因为这么多学生花了这么大的精力，用这么长时间争取的那两条要求，政府始终没有答应。那换谁也没办，心理上也没办法离开广场啊，因为我们这么卑微的低的诉求。学生运动能达成的，我已经就从绝食开始，我已经不太指望能达成什么了。啊，完了绝食之后又咱们就说又招致了一个戒严，之后更无从想起了，更无从想起说应该怎么解决了，应该怎么样了，因为是比较被动的。学生と政府の仲介役を担ってきた秀田は危機感を強めていた。理想主义的、脱离实际的、不成熟的、没有谋略、没有策略的，而且是没有领导、没有指挥的。今天冒出一个，明天又冒出一个，啊，今天这当头，明天那个当头，对吧？非常不稳定，非常混乱。事件の前日、実弾を装備した部隊が天安門広場まで10キロの地点に進み、包囲網を狭めていった。軍が臨戦態勢を取っているとは予想だにしていなかった学生たち。デモが始まって50日。天安門広場には行き場のない熱気が渦巻いていた。午後9時半過ぎ、ついに部隊が動いた。西側から広場に向けて先陣を切ったのが第38軍。司令官が更迭され、上層部から圧力を受けていたあの部隊だった。第38軍に所属していた劉建国。第一枪的时候，万寿路军博应该就在军博这个附近。部隊は広場から西7キロほどの地点で市民と衝突した。就棒子队开始就往里一点点打，最后打不动了，走不动了，走不动了，他们就拿那冲锋枪往那个人头上边扫射，唰唰唰。散了之后就往前又走，这群众散了以后呢，往回头一看，
没有人倒下呀，说他们不敢打，说这往天上开枪呢。この現場近くで撮影された映像が残されていた。就是又都回来了，把这儿又都给堵上，可能又下午不动。最后我听他们说，然后就两枪，哒哒哒哒哒哒，往人里头就开始开枪了。但是呢，那个第一枪的发生呢，其实就可以验证了，他们是有权利开枪杀人了。犠牲者の遺族が長年の調査で突き止めた134人の死亡地点。木星地という場所に死者が集中していた。第38軍が発砲を始めた地点のすぐそばだった。この木星地で撮られた写真を今回独自に入手した。現場に居合わせた市民が撮影し、30年間隠し持っていたものだ。当時の状況をこう証言した。木星地は街灯が消され真っ暗だった。銃声が聞こえた直後、運ばれてきた学生は胸を撃たれていた。フラッシュを焚いた瞬間、銃弾が頭上をかすめた。居合わせた医師が女性の動向を調べていた。全身血だらけで、どこを撃たれたのかすらわからない。枕には大量の血がついていた。病院に行くと、倉庫では医療関係者が死者の血を酒で拭き取っていた。亡くなった男性の妻が銃で撃たれた傷をカメラに向けた。学生リーダーの一人、定局校。広場から発砲現場まで駆けつけ、惨状を目の当たりにした。不是印象，是心里的一种感受，就北京被外敌入侵了那种感受。从那个里头往复兴院里头走，一路上全是血，一路上全是血。完了以后呢，当时的那个复兴院也在往外抬尸体，我觉得可能是一种恐惧感吧。为什么会冰凉呢？我觉得可能是一种恐惧感。啊，就是你刚才讲意识到自己会死是吧？労働者の最私有は広場から2キロの地点で突進する戦車を目撃した。哎呦，坦克毫无减速和刹车的意思，没有，直接就压过来了。我眼瞅着。一小伙子脑袋啪就炸开了，就跟压西瓜似的。就这小伙子，我哎呀，四箭那死尸哗就压过去，不带停的，后边还跟着走。危険を感じ、小道に逃れたその時だった。没跟你说吗？我们这朋友给我点上烟嘛，可能这个亮照明了。他就冲这亮，可能是就有亮光，嚓一梭子。当时我挨这枪，你知道什么感觉？可能是这腿挨了枪，这腿也挨一枪。这个哒，你知道什么？闷呐，闷。砰，天昏地转呀。大動脈は破裂、左足の切断を余儀なくされた。
軍が発砲していると広場にいた学生たちに伝わり、パニックとなった。軍への憎悪が広がる中で命を落とす兵士たちもいた。当時情報収集に奔走していたイギリスの外交官、市民や一部の学生が暴徒化し兵士に襲いかかる様子を目撃していた。 They've probably never been in a city and they're struggling to deal with what they've been told is counter-revolution. They're struggling to deal with what's going on in front of them. They're scared. Soldiers certainly are killed that night. So there's a chaos going on there. And then they put blankets soaked in petrol on top set fire to them. And there was one of those that got trapped there. It was long before the army had got there. Basically, the soldiers had a choice of burning inside the armored personnel carrier or being beaten to death when they came out. There were thugs with baseball bats waiting to beat them, at which point the students actually put a bus across and try and rescue some of the soldiers. But they don't rescue all of them. Two of them are dead inside the armored personnel carrier. June 4日午前4時半ごろ、軍がついに天安門広場に突入した。その時広場にいた知識人の集団、必死で撤退を呼びかけた。然后我跟侯子健，我们俩就分头去劝他们，真是好说歹说。然后我就一边说着，一边就把我离我最近的学生给他往起拽他。他犹犹豫豫的，正站到起来到一半，后边一个声音就在那喊：“不许走，谁走谁是叛徒！”立刻他就坐下。这时候我也不管三七二十一，我就开骂了。大概意思就是说，是你想死是你的权利，但你没有任何权利，你强迫其他同学跟你一块死。抬头一看，一群军人凶神恶煞的挺着冲锋枪就过来，挺悲壮的，慢慢的往东南角撤离。午前5時半、広場から学生が撤退した。しかし悲劇は終わらなかった。広場から離れた方正、自宅に向かって歩いていたその時だった。我这么回头，一侧身回头，看见坦克，哇！快速的这一排坦克，它是横着一排，具体几辆，反正三辆嘛，还是四辆，我也没倒到了这个路边，所以很快就自己就感觉到一种被那种一种挤压的一种感觉，就是咵一下一个挤压，我感觉就哦，好像是被压上，但是并不知道，我那时候自己头脑还是知道自己一种被挤住了，被挤压了，但是压到哪儿我也不知道。然后紧跟着有一种意识，就是被拖行，就是坦克可能那个履带绞住了腿啊，什么裤子什么的，然后自己人就被坦克咕咚咕咚咕咚，有一种拖行的感觉。
最后掉落下来，然后我滚到路边，那个时候我才逐渐的丧失意志。海外の新聞に掲載された両足を引きちぎられた法政の姿。让我们觉得就是非常难以接受和理解的，就是为什么在那个时候我们从广场已经撤出了，在走回学校的路途中，这个坦克它是从身后来的，就这坦克其实它已经是占领了广场，已经完成了清场的任务，但是它掉头，还算是比较，最后坚守到最后的一个学生，一直到六四镇压改变我的命运。中国政府は鎮圧による死者は319人としている。イギリスの外交官ジェームズ・ホアは被害の全容をつかもうと北京市内をくまなく回った。しかし血の跡しか残っていなかったという。As one of those reports makes clear that the army moved in very quickly to start clearing up, and stuff was got rid of. And so I suppose, in a sense, you could say they were hiding the evidence. さまざまな情報が飛び交う中、イギリスの機密資料に記された犠牲者の数は刻々と変わっていった。犠牲者の正確な数が判明することは決してないだろう。しかし当局が発表した300人程度という犠牲者の数は明らかに虚偽で、もっと大規模だ。天安門広場を制圧した部隊の元将校李行明、今もあの日のことが脳裏から離れることはない。几乎每一家学生都是很和平的示威，所以我觉得这个政府用那种手用子弹来枪杀那些无辜的学生和平民百姓，我觉得是一种耻辱啊！这个三十年，对，这是一种，也是一种痛吧，所以我也想说出来。来接受我自己的心理的负担吧。市民に銃口を向けることを決断した鄧小平。事件の5日後、人民解放軍を前に語る姿が残されていた。这一场风波始造谣乱，这是国际对大气候和中国自己的小气候都决定了一定要出现这样事情的。This is Dr. Kissinger, President Nixon, Chairman. 国際社会は表向き中国を非難したが、厳しい制裁を続けることはなかった。70年代からアメリカの対中政策の中核を担っていたウィンストン・ロード。There was enough economic interest that many countries didn't want to go too far in isolating and punishing China. That once you reach a certain level of economic prosperity, you build up a middle class, you open up to the outside world, that the requests and demands for political freedom come, and usually the societies open up and become
more democratic. 天安門事件の本質とは何だったのか。苛烈な権力闘争の果てに自らの人生も大きく暗転した宝刀。30年間問い続けてきた。不是他一个人，这是共产党的一个规律，已经是他为了要是为了自己的权利，用阶级斗争的口号使别人成为敌人，使外国成为敌人。所以共产党眼睛里来看，领导者是人，被领导者都不是人，就是工具，就是炮灰，就是劳动力，就是战斗力。如果不服从领导，那么你一定是压在石头板底下，永远当奴隶。その後、権力の中枢にいた人々はどのような行く末をたどったのか。小平は民主化を求める声を封じながら経済成長に邁進、現在の中国を形作った。发达起来了，发达起来了，穷了几千年了，穷了几千年了，是时候了，是时候，时候了。事件から8年後、92歳で亡くなった。武力鎮圧に深く関わった首相の李鵬。事件のあと9年間首相の座にとどまった。2019年に90歳で亡くなった。葬儀には習近平国家主席らが参列し、盛大に執り行われた。事件で失脚した趙紫陽はその後軟禁状態に置かれ、外出や面会を厳しく制限された。2005年に亡くなる直前、あるべき中国の姿を密かに語り残していた。就可以说一个国家要实行现代化，还必须实现议会民主政治的这种政治制度，不然的话这个国家就不可能使它的市场经济啊成为一种健康的现代的市场经济，也不可能现代的有啊真正现代的发展。趙紫陽の遺骨は亡くなってから14年経ってようやく北京郊外の墓地に納骨された。それまで当局が納骨を許してこなかったのだ。元側近の宝刀が人目を忍んで訪れていた。现在平安，有自由，有平安。这块地方是一块圣地，这是禁区，但是是圣地，永远的圣地。有自由，有平安，就是圣地。そして。天安門広場で声を上げた若者たちは今何を思うのか。
学生リーダーの一人として事件のあと拘束された大地震。釈放後も当局の監視を受け、国内で仕事を転々としてきた。民主化運動からは一切手を引き、事件のことを話すこともないという。我想过去的事儿，其实回忆它已经没什么意思，没什么价值。是。对我们来说，很多人来说，嗯 ，a dream。事件后，たびたび拘束され、アメリカに亡命した王丹。从国家未来发展来讲，没有记忆的民族也不可能有未来嘛。你自己都不知道自己过去发生过什么事，这是不对的。不管六四这个事儿，你可以肯定它，可以否定它，但是你不能抹杀它。那这个是政府现在最大的问题，就是你也可以批评它呀，但是你批评都不批评，就不让任何人知道它。我认为这是政府不应该的，既然政府不应该的，我们就要做不断的努力去做，把政府试图抹杀的事情把它说出来。星京はその後も国内にとどまり続け、弁護士となった。2014年、天安門事件の真相究明を求める集会に参加した直後、拘束、弁護士資格を剥奪された。それでも、あの頃の志は失っていない。好多人噤若寒蝉，不敢说，不愿意说，不想说。但是我说的是呢，想说，想说的人，是不是能说？是不是可以说？是不是没有顾虑？是不是免于了恐惧？这个是我们关心的。在这个最黑暗的时候，还有一盏光在，还有一盏灯在。我还是愿意举着这盏灯，是吧？我不会放弃。天安門事件から30年。今、再び香港で若者たちの声がこだましている。自由と民主主義を求める戦いは続いている。人々の声を封じながら共産党の強権的な統治が続く中国。深い闇を抱えたままの大国はどこへと向かうのだろうか。